トヨタ自動織機トラッククラブの田中のぞみです。私が中学1年生になって初めて経験した全国大会がジュニアオリンピックという大会だったのですが、その時は参加標準を切って出場したわけでもなく予選で落ちるっていうことを覚悟していたのですが、予選でも準決でも自己ベストを更新して決勝に残るっていう今回の東京オリンピックと似たような状況だったので、まさに原点ともいえる経験だったかなと思います。と私が中学高校と経験した大会全てがと悔しい思いもあったり悩んだりしたこともたくさんあったのですが、今となっては全部ひっくるめていい思い出なので、と皆さんも、まあ、大会の結果によって今は一喜一憂あると思いますが、後でいい思い出だったってなるように、まあ、今を精一杯楽しんできてほしいなと思います。頑張ってください。